最悪なの。何が最悪？ミスりまくってもうビビっちゃって。ビビる？あれもね、ビビるな。俺そんなの見たことないよ。あ、見たことあるか。あそこでちょっと見たな。なんでこんな硬くなってんのみたいな。もうね、今もあそこで見た。緊張しすぎた。富士見ヶ丘グラウンド。富士の校庭で見ます。虹もなんか妙に打ちゃいいのにっていうの全然打たない。こう横つなげ。おお来た。あこれ決めろ。よし。それでこそプロだ。ああ。うわーこれ入んないのきついな。うわーうわーどんまいどんまい。キーパー抜いて入れねえか。さあ。その後。ナイス。強いな、うん、僕も握りすぎだよ。丁寧丁寧。ほんまにいけ。おいいところ。うわ。え？あそう。もう掴んでなかった。ゴール見ながら。掴んでなかった。やばい見てらんな。いや今さっきの入れなきゃな。どこで今度は入れる。うわ、何見てんだろう。キーパー抜かないでいいじゃん。もう倒れちゃってんだからね。抜きたいところな。二度同じことをしてる。おー、いける。ユキのピッチの性格だな。昨日でも広かった。中距離パスだ多分。午前中のバーチャル練習で8時でもそうした。終わってしまった。うわ人がいいから決まってるの。2点ぐらい入ってるな。
うまっ。もうこれいけるよ。おー、きた。大勢いけるぞ。おー、ナイスキーだな。誰だ、頭が何だ。その中で頭は誰なんだろう。ヘディングシュートあった最近。ない。ないな。あ、やったん。うわ、藤井かなんかでショートのヘディングシュート見たかな。あ、来た。あ、センターバックはあの大将だろ。来た。うわ、グイグイついてんの。でもよく守ってますね。疲れちゃうんじゃない、やばいんじゃない。おー、ナイス。もう行くしかない。そうなの。うお、そっちですか。そうだ、ちょっと厳しかった。おー、来た。おー、惜しい惜しい。どんまいどんまい、集中。いけるぞいけるぞ。てっちゃん、丁寧丁寧に。キーパス。すごいな。行ってほしいな、自分で。
喋りすぎだな。うん。バックランの今裏取れるパスじゃないから。おお。止めちゃった。頑張れ頑張れ。よいしょ。あー、決めた。シュートは圧倒的にこっちの方が多いよ。ね。呼ばれ。やばい。あいつ落ちたね。引き分けたら終わっちゃいます。次ないの？あのもう上位トーナメント、うんうん、フレンドリー。あ、フレンドリーしかないの、うん、去年はなんかできるだけいっぱいやらせるみたいな雰囲気だったね。去年は結構今年は違う。丁寧に。あ、これは惜しい。惜しい。でもあっちも今すげえ話してたからね、うん、そうちゃんこと。すげえ余裕だね。うん、本当に。小学生と思えないの。もしかしたらミスになった。まあ。おせ。うまいね。動きが出てないよね。勇気の出る。ポジションはないんだ。何のファールだろうな。うん、押し込め。逆。いけるんだろう。やばい。京也の方が見てるね。あ、落ち着いてます、うん、焦っちゃって。頑張れ。こうするよね。もう時間稼ぎだよ。オーケー、いける。オッケー、いけるぞ。よし、これやるぞ。よいしょ。うわあ、もうだ。いいかいな。危ない。教えてやろう。いや、そっちなのか。VV 来た。
負けちゃった。終わりました。もうちょっと。よう守ってた。1勝2分けで3位なんだ。